沖縄舞は日本の伝統芸能の舞。現在の能楽の原点とされるほか、民族芸能として各地に伝えられている。長寿の沖縄が人々の安寧を祈って舞う。古くは、田楽や猿楽、あるいは人形浄瑠璃、歌舞伎、また民族芸能などでも演じられる儀式的修弦曲であり、芸能本来の目的の一つに人の延命を願うことがあるが、 その表現として、王,王を登場させることがあったものと考えられている。しかし、面をつけ前や語りを演じる芸能は猿楽が最初であり、沖縄猿楽とか式三番と称された。沖縄猿楽の成立については、北ッ五部ブ休館所女本第一に、七僧は仏を、王は文珠を、三番は魅力をかたどるなどの仏教的解説があり、 平安時代後期には成立していたとする説もあるが、ホッケゴブ休館将棋書とする説もある。確実な資料としては、公安六年の春川ガ神谷の臨時祭礼記が挙げられ、武学、田学、細男と共に、子、王面、三番猿学、家者、東場を一組とする沖縄猿学が演じられたとされており、この頃沖縄の一つの形式が成立した。 この沖縄の芸能が、どのような系譜に根差しているか不明な部分も多いが、大乗院寺社雑事記や、幸福寺病院記録によると、幸福寺、修寺会での陳樹が見たる春日大宮の前で演じる、猿楽が樹脂走りと称され、また延暦寺の修正会でも、陳樹日吉大社で、沖縄舞が演じられるなどの例があり、平安時代中期以降に大寺社の修正会、 修辞会などに守護神を祀る後ろ戸で演じられた樹脂猿学の芸能として発展したものと推測されている。樹脂の芸と沖縄の,の内容が天下安全五国法上を祈願することでは共通していることから、修辞会に奉仕する樹脂の芸に始まりの地に猿学者が樹脂に代わって演じるようになったものと考えられている。室町時代の猿学の座はこの宗教色の濃い、 沖縄猿楽を本芸として各地の寺社の祭礼に参勤士学登職を得ていたとされ、今日の農学はその余興芸とも言える猿楽能が人気を得て集大成されたものとされている。車を落とし神社の沖縄前またその古い形態を残す沖縄前を民族芸能として伝える地が数多くある。奈良県奈良市奈良坂町にある奈良つび子神社に伝わる沖縄前は 三人の沖縄が登場して舞うが、舞い姿に残る古風は得難い。兵庫県神戸市須磨区の車落とし神社の沖縄舞は、室町時代に成立した能の,の沖縄、千歳、王、三番層という構成であるのに対し、梅払い、王、三番層、父の嬢で構成され、父の嬢を省略しない古い形態を伝えている。 兵庫県加藤市城鴨川の住吉神社で行われる、上鴨川住吉神社神事前では、能の先行芸である樹脂の芸の方々に繋がる、立舞、獅子、たらが舞、扇舞、高速など、たらがゆかりの芸も伝えられ、沖縄は井戸、万蔵楽、六分、王、宝物、家者、父の城の七つの舞からなる。初期の沖舞がそのままの形で受け継がれている 例である。日本史大辞典1154ページの狂言図典79ページ。ありがとうございます。